ジュノーはイギリス海軍の駆逐艦 j 級。1 9 3 9年収益第二次世界大戦に参加1941年5月21日戦没1937年10月5日帰港1938年12月8日浸水1939年8月25日収益 1940年5月24日、アレクサンドリアに到着。カラビリア沖海戦、またパンミサキ沖海戦に参加。1941年5月13日、ジュノート軽巡洋艦オライオン、エイジャックス、駆逐艦キングストン、カンダハー、ヌビアンは、デルナ近くの敵飛行場攻撃に出撃した。この作戦は、不成功に終わった。5月15日、 ジュノート軽巡洋艦コベントリー、大道、駆逐艦カンダハー、キングストン、ヌビアンで C 部隊が編成される。C 部隊は予想されるドイツ軍のクレタ島進行の際に海上からの進行部隊を阻止するため過疎海峡付近を有力した。5月18日、C 部隊は補給のため一旦アレクサンドリアに戻る。5月19日、ジュノーと軽巡洋艦、ナイアド、 パース、駆逐艦カンダハー、キングストン、ヌビアンの C 部隊は、アレクサンドリアを出撃する。5月20日、ドイツ軍のクレタ島侵攻が開始された。C 部隊は同日夕方に、過疎海峡を通過し、クレタ島の北で敵船団を捜索したが何も発見できず、翌朝交代を開始した。この間、イタリアの来撃機や魚雷艇の攻撃を受けたが部隊に、被害はなかった。 午前6時、部隊に、軽巡洋艦カルカッタが合流した。午前9時50分から、C 部隊に対して危機器の攻撃が始まった。12時49分、ジュノーは、イタリアの SM-79 爆撃機5機の攻撃を、受け爆弾3発が命中、被弾より1時間経たないうちに2つに折れて沈んだ。なお、ジュノーを攻撃したのは、ドイツ軍機とする説もある。ありがとうございます。